映像トピックです。まさに奇跡の救出劇です。ハリケーンドリアンがバハマを直撃して1ヶ月、先週末アメリカの動物レスキュー団体が赤外線カメラがついたドローンで迷い犬の捜索活動を行っていたところ、瓦礫に挟まれて動けなくなっていた犬を発見、救出しました。雨水を飲んで1ヶ月生き延びることができたとみられていますが、衰弱がひどく救助された時は歩くこともできませんでした。しかしこの数日で4キロも体重が増えて少しずつ歩き出しているということです。奇跡的な救出にミラクルという名前が付けられ、早くも里親希望者が殺到しているということです。